本で学ぶ戦国時代、織田信長編。人間50年、下天の内を比べれば、無限のごとくなり、一度生を得て、滅せぬもののあるべきか。所詮、人間の一生は、50年に過ぎない、あの世の時間の流れに比べたら、夢や幻のように儚いものだ。命あるものはいつかは滅びてしまうのだ。戦国時代の風雲児、織田信長。時勢の桑あつ森の一節です。桶狭間の奇襲や、方面軍の創設など、革新的な政策や戦術を生み出しました。一時は、日本全国をその手に収める一歩手前まで行きましたが、明智光秀の裏切りによりその大望はついえてしまいました。第六天の魔王と呼ばれた織田信長。信長を中心に歴史は大きく回っていったんですね。